そうそう。なんで天皇家が父や国父と称してはいけないかという理由は極めて単純明快である。ね、簡単である。決まりきった、分かりきったことが理由としてある。それはね、わけとしてある。それはね、うちの父はなる人じゃないからなんです。ただ単にそういうシンプルな理由。だから紛らわしいでしょ。なる人が父ってのは。もし、天皇家が父という称号を天皇に対して、天皇という称号に対して、それに代わる、天皇に代わる新しい称号として、父や国父などの親を表す称号をもし選んだ場合は、実は、真実において、あまあ以外の全てが父だから、なる人、例えばなる人以外の、あまあにとっては父ということになってしまう。そりゃそうですよ。なる人の精神が撒き散らされてるから、この全地、力バトルがある層からしたからね。じゃあ、あまあ以外の生き物、女性もメス、オスもメス、男性も、何もか。アマー以外は全てアマーにとって父であるから。だから、称号としての父はいらないでしょ。皆さんがご家庭において、お父様がいらっしゃる。そして、いらっしゃらない場合も、あなた方の遺伝子を、遺伝子上の父を、皆さんは別の父だから、それぞれね。で、まあ、ご兄弟などは同じ父である場合が多いけど、同じ父だと思ってても、遺伝子交換に使われた父の遺伝子は、兄弟で違う可能性も高いし、そちらの問題が私たち人類にとって生き物にとって極めて重要であり、君主の称号なんかそれに比べたら実に取りに足らない問題であるけど、ただ政治っていうのは皆さんの命を預かる役割があるから、政治において天皇や父や国父などの尊称はあってはならない。事実上彼らは天皇でも、王でも、君主でも、父でも、国父でもないからなのである。もし、彼らはそういう意味だとは、うち以外の全てを、天皇や、君や、王や、君主、神や、父、国父であるでしょ、男も。